レインボープラで愛媛の愛媛のこの1年間で、ちょっといろいろやった活動をまた振り返りながら、また突っ込んでもらったらなと思います。これは当事者の交流会、これ毎月ほぼやってるレインボーティーサロンっていう当事者のお茶会みたいなことを毎月、これは松山市の男女共同参画センターの場所をお借りして、やってるという感じレインボーフラッグは持って行っていつも掲げてです。あ、そうですね。ここにあるみたいな。入り口のとこにもうちの旗とかちょっと貼ったりして、ここでやってるよと。言ってもその公共の場所で一応やってるので、人によってはいいように捉える人と、すごい生きにくいなっていうふうに思う人も、あ、公共の場所だから生きにくいっていいるのかなと思ったり、やっぱりすごくこう気になりながら通り過ぎていったような、関係ないようなみたいなのが、人。探ってる感じ。通り過ぎる時があるんですよね。で、あれは何だったんかなと思う時もあったり、ちゃんと声かけてあげれたらよかったのか、でもかけれる雰囲気ではなかったけどなとかね、そういう人もいるなと思うんですね。やっぱ公共ながらの難しさもあるし、逆に言えば公共の場でもこういうのができるんだよっていうのをこう発信しながら、また市民の人にも分かっていってもらうっていう、両方兼ねて今は試しているような感じですね。共同参画センターの人から見たら、毎月それなりのイベントをやって、市民いっぱい集めてやってくれて、うまく利用してもらってありがたいなと、あんなにたくさんいるんだなという、実際そういうのを見せると、やっぱり行政の人らも、本当に私たちが応援しようことっていうのは、それで助かった市民の人がいっぱいいるんだなっていうことを、どうもこのエディっていう人の妄想でしょうじゃないんだなっていうことになるわけですよね。やっぱりね、最初じゃそんな扱いよね。こあ、それうは一人何か妄想で言うんじゃないんだろうかと。だって気のせいなんじゃないか。そんなに当事者いるわけないだろうと。本当にいるの、そんな人っていう、でもいるみたいよと、そこに来とる人、突っ込んで見てるわけじゃないけど、本当にいるようだしなっていうふうに見てる、そうやって様子の人だって変化していくんですよ。で、これは今年の1月の、その男女共同参画センターのお祭りで、コムズフェスティバルっていう、その場所がコムズっていう場所なんですけど、そこで、いろんな地域の市民団体が市民企画をして、10団体ぐらい、一応、どれが選ばれるかっていうような、ちゃんとこうプレゼンをやって、通ったところが文化会をさせてもらえるということになってて。ちょっと講師料ぐらいは負担してくれるよっていうようなのがあってですね。で、うちらもここのコムズの一番大きなホールを借りて、これも80人、結構多くの方が来られてま集ますってるのね。かなと思うんだけど、結構たくさんの一般の市民の皆さんが集まってくれました。平さん来てもらって、大いに分かりやすく話してもらったなというところです。いずれ来てもらおうと思ってますから、お願いします。渡さんも。渡さんで。ですね。でもこれもね、これだけの人がまた市民の人が集まってもらえるっていうのは、このコムズフェスティバルの企画の中で、僕らが多分一番人数が来てる回になああ、そうなんですか。る。そういう、基調講演以外では、基調講演は、そのコムズですごい有名どころの人を呼びますんで、それは置いておけば文化会の方でなんか幅広いですね、老若男女というか、もういろんな人がいるっいてろん感なじです立場ね、の偏ってない市で民すのね。方が来て、興味を持って聞いてもらってます。これを題名がね、僕、月のハテナが伝なんとかえかったいっとていかう。ね、ゲイの僕がなんとかっていゲイうの僕が伝えた伝えたい、題名の通りでやったんで、言えばそういう言葉がちゃんとこう出た状態で、コムズフェスティバルのイベント全般でコムズの宣伝関係の告知にも出るし、また広報松山とかっていう、全国配布されるようなやつにも、そのゲイっていう言葉がちゃんと入って、流れていくと、またそれで印象がね、一般の印象が変わってくれたらいいなということですね。で、これがそのコムズフェスティバルの時に、また別枠で、別の合同グループで、シンポジウムやろうっていうふうに、僕が声をかけて、地域のいろんな NPO の皆さんと一緒にシンポジウムしようよというのをやりました。
これが、まあ、ちょっと顔ぶれはこんな感じですけど、ワークライフバランスをやってる人たちであったり、若者支援をやってるとこ、ギャンブル依存症の人たちのグループ、それから高齢者グループの方、ウェルエイジング、男女共同参画をやられてる女性中心の方々とか、それから摂食障害の皆さん、それからまた若者の就職支援をしているようなグループとか、こういうあのコムズの中でもまあ元気にやってる皆さんにあの声をかけて、まあ、あの世の中変わらんのみたいな話をぶっちゃけトークでもしようよっていう、まあ、好きなことを話したらいいやろうと、もう準備もいらん、みんながみんなもう代表ばっかりだから、ほっとっても喋ってくれる人ばっかりなので、まあ、その人らが来て好きなことを、まあ、言えば男女共同参画の話をしようよという、まあ、その中にまあ当たり前に性的マイノリティの、まあ、同性の当事者も入って発言しているというような、このカッコがキーですね。 LGBT が生き生き暮らせる街づくり、そうですか、まあ、そんな言い方してみたりとかね、うん、面白そうです。まあ、男女共同参画っていうのがね、ちょっとまあ堅苦しい言葉だし、何か女性問題から始まっとる経緯もあってか、まあ、男性が女性のことを何か考えるようなことだろうとかいう意識が社会に多いと思うんだけど、まあ、本当は、まあ、一人一人が男女っていうのはまあ人間がっていう意味だよね。まあ、一人一人の人が生き生きと自分らしく生きていけれる社会を作りをしようっていうのが男女共同参画社会の根本だと思うんで、まあ、そういえば当然自分たちもそこには入れるということになるわけです。これ愛媛の他の団体の人たちもみんなその打ち出し方がそういう感じですね。柔らかいっていうか、その男女共同参画も男女共同参画の会って三角でいながらにしたりとか、割とそこら辺が一致してる人たちなんですね。まあ、こんなグループで、まあ、これもなかなか好評で、まあ、コムズの側からも、まあ、よくこういう顔ぶれがひとまとめにできて、すごく意義深いイベントをやってもらえたというふうに喜んでもらって、まあ、今年も来年の1月に向けてもう一回またやってみようよということになってます。なんかこういうのやると他のところに実はセクシャルマイノリティっぽい人来たのよとか、ね、そういう情報とか入ってきそうだよね。でこっちでも向こうになんか紹介し合えるみたいな、そういう連携も取れるのかなっていう、うん、いろんな活動の連携ができたりとか、うん、場合によったら2つの団体で何かコラボレーションしたイベントをやろうとか、うん、ああいうまた発信の仕方をこう変えて、いけるので、また伝わり方やまたそのグループの人たちも来てもらいながら、まあ、本当いい発信ができていくと思います。次、これは大街道という松山の一応一番の繁華街なんですけど、まあ、そこで毎年みんなの生活展という、まあ、いろんな NPO とかが出ていろんな活動を紹介したりとか、また地域のいろんな活動をしている人たちが、まあ、ずらっと、まあまあ、何百メーターもあるこの街道の中をずっと占めて、やるイベントがあって、その中に、まあ、当たり前で自分たちもブース出展して出してみたと。で、街道にレインボーの旗をちょっと一応はためいてみたっていうことで、まあ、それに当たり前みたいに寄って、あえて2人なんか対応しようと。これは何、うん、それはお祭りのキャラ、これはお祭りの時にいたキャラクターでね、うん、で、まあ、中にやっぱりこういう街中でやってると留学生の人とか一般の人とかでも、この松山もこのレインボーの旗が見れるとは思わなかったんだなってこそっと言っていってくれたりとか、こそっと、うん、もう街道の入り口から見れたよとか言って、なんだと思って来たら、とてもこのことやってるんだと思って、すごい嬉しかったよっていう、威力あるんだね、たりとかね、まあ、いや、まあ、普通来た人に何かせえっていうふうにこうイベントとしてはやられてるんで、じゃあ簡単な性的マイノリティのアンケートでも知ってますかみたいなことはあるけど、ね、でそういうなんか反抗集めみたいな、アンケート、ね、やって、はい、まあ、反抗集めたらそのイベントとして何かもらえるっていうことになってて、まあ、それでみんな、まあ、知らんけど反抗だけはもらえるみたいっていう、反抗もらえる間は内容を聞かされるので。ハンコもらう人はそこ全団体回るわけ。あ、なるほど、うん、おばちゃん方たちなんかはやっぱりね、こうメガテレビになりながら聞き寄せるしね、最近はテレビでねとかなんとか言うように言ってくれ
てる人もいながら、まあでも実際にこう触れ合いながら伝えていけるということになっています。一応なんでかこういうのって結構いろんなところにありそうですよね、うん、こういう行事で中野区もありますもんね。イベントとかのいろんな区なんで、まあ、男女共同参画に関してイベントをいろいろやってると思うんで、そういうところにこうブース出展してあげるとね、やっぱりあの行政の人また喜ぶんですよね。してあげるなんて一つ一つ行政が増えてね、そう、うん、にぎわってる感が余計、うん、また一つあの、ね、にぎわいを出してくれるグループが増えたと思うとやっぱり嬉しい、喜んでくれるもんなんですよね。で自分らも言えばこういう大きな冠を使わせてもらって、あ、あのそんな確かにそうで、ま、まあ、いった真面目なちゃんとした市のイベントの中で当たり前に僕たちが出てて、何かおかしいですかと何か変ですっていうようなことを、まあ、堂々とこう当たり前でいるっていうのが、あ、また印象を変えていくということだなって思います。これは映画祭ですね。去年おかげであの第1回の愛媛 LGBT 映画祭、なんとか成功することができました。この去年は愛媛県の助成ももらえて、できました。あの地元の映画館を1週間借り切りましてですね、普通のロードショーをしてる映画館でしょ、ね、それがすごいですよね、うん、まあ、アート系の、まあ、ミニシアターみたいな、うん、系統のとこなんですけど、まあ、そこ1週間を、まあ、5、6作品ぐらいをずっと、まあ、1週間の映画祭みたいな。そこの映画館主の人は、はい、プレゼンにいきなり行ったの、うん、エディさんが。なんか知り合い通じて、ここの映画館を守る会みたいな人たちがいて、うん、であそこも大変だからでとかっていう話。あ、ちょうどそうか、うん、アート系映画館で経営が結構厳しくなっていて、うん、上映作品探してるようなところ、うん、まあ、そんなのもあったり、あそこって実はこれぐらいで借りれるんだよっていうような話があって、あ、それはできんことないねっていう話で、うん、まあ、それを通じて、お話させてもらいながら、まあ、どちらにとっても、うん、良かったんですね。あの理解で一致したというか、うん、まあ、一応そうなのかな、まあ、まあ映画が好きな方なんで、まあ、映画についてでやってくれるんだったら喜んでということだと思います、うん、まあ、それでもやっぱり一般の映画館では絶対そんな1週間も借り切ってなんて、まあ、不可能だと思うんで、うん、まあ、そういう再三度返しした経営の方がしてくれてるからできてることだろうなと思いますけど、まあ、町の商店街とも連携して、ちょっと B 級な外れた商店街の場所ではあるんですけど、さっき あの出た大街道っていうとこ、ちょっと越えたとこぐらいにあってですね、まあ、あの商店街の中にちゃんとポスターが、期間中は1週間ずっと貼っとってもらったりとか、まあ、商店街の皆さんにもちょっと応援してもらいながら、まあ、映画館のとこにもこういうふうに、レインボーのやつをはためかしながらやることができます。街中にそういうポスターが1週間とかずっと貼ってあるっていうこと自体がすごいよね、うん、その、うん、普段通り過ぎてる、本当はね、この通りはね、この1週間ずっと本当にレインボーではためいていくようなね、うん、未来とかあったらすごいなとは思うけどね、うん、もう全部の店からこうなんか突き出てるとかね、うん、だったらすごいだろうなと思うんだけど、まあ、いつかそんなになったらいいなと思います。お客さんはなどれぐらい入りました？あの1週間かけて、280人ぐらいだと、うん、まあ、なんとかあのマイナスにはな、まあ、大きな赤字にはならなくて済んだなっていうところですけどね。でも1週間かけてるのはね、1日5、6本上映しながら、だから30何回上映して、うん、トータルが280人とか、そんな感じなんで、うん、まあ、あのホールもあの120、30人入るぐらい立派な映画館なんで、うん、まあ、結構でかい、うん、毎回で、あの少ない人数の時はもう本当に 2,3 人ぐらいしか入ってない回とかもあるので、うん、平日の昼間はね、なかなか普段から厳しいけど、よくやってるなと思ってたんですけど、ね、あ、まあ1週間かけてなんとかそういう人数になるかなと、 あんまりその1回限りの上映をやるにも1週間やるにも、あの経費的にはあまり変わらなかったんで、あの、うん、労力はちょっと大変なところあるんだけど、まあ、それだったらまだあの見てもらうチャンスを増やした方がまだ収益にもつながるな。人が少なくそうな回ほど行ける人っているかもしれない、うん、そうかもしれない、平日の日にこっそり、うんうん、今年も、まあ、そういうのをちょっと打ち出してみようかなと思って、うん、だって地元だとさ、この映画館の中で顔を合わせるかもしれないっていうことを恐れる人っていうのはまだまだいるはずだから、そう考えるとよくそれだけ来たよね、うんうん、一応スタンスもあの映画祭としてもあの市民向けの映画祭としようと、一般の人に分かってもらえるようなイベントになって、まあ、去年も8割方はあの一般市民の方だったと思います。
で当事者の方が少ないぐらいだったのと思うし、うん、あのまたそういう状態が作れるんだったら、あの当事者もあの市民の顔してあの来てもらったらいいかなと。あの隠れてたい人は市民の顔をして、来てもらったらなっていうふうには思うんですけど、まあなかなかね、そう、警戒してる当事者まだまだいるような気がする、うん、行くのはちょっと怖いというか、うん、いくらそんな雰囲気だっていう、地元であるだけやっぱりあのなんでこんなのに興味があるんかなって言って、やっぱ当事者自意識過剰にやっぱなっていくから、うん、あの僕最初東京のレズビアンドゲイ祭だけど、うん、レズビアンドゲイって書いてあるだけでも近いのも本当怖かった時あるからね、そうだね、徐々にこれも積み重ねて回数増やしてたら状況は変わっていったらいいなと思うんだけど、まあ、なかなかやっぱ大きなイベントでお金も相当かかって、市や県の助成が今年は松山市の助成がもらえたんで、あのこの2回目まではなんとかスタートダッシュは切らしてもらったけど、まあ、来年以降ね助成金はもうそんなにはもらえなくなっていくので、まあ、僕らも今回第2回目をなんとかその助成金分の黒字を出せれるようにあらゆる手立てをして、協賛もチケット売りもやってみると頑張ってるけど、まあ並大抵じゃないなっていうことですね。まあ、去年の中でこういうあのシンポジウムなんかもやりながら、まあ、その会のちょっと動員を増やすような努力をしてみたりとか、うん、ああいうようなことをしてみました。あれですね。で、あの今年もあの映画祭のチラシ皆さんとこう配ってると思いますね、第2回に。今回も映画館なんかの協力もあってなんですけど、あのなかなかあの有名どころの作品がいっぱい揃えられたなと思います。まあ、平日の昼からすごい10時半からだよ。10時半から夜の 10時過ぎぐらいまで毎日6本ぐらいを、あでも10時半からはアナザーカントリーとかこの映画祭のプログラムではないけど映画館が関連させて上映させているのがあるって感じ、コラボ上映してもらう、コラボ上映、うん、一応あの映画祭のチケットも使えますよっていう、あすごい良心的な映画祭、だからまあ言えば映画祭としてはあの実質6作品みたいな状態になる、浜野幸さんとか土井樹さんとか、うん、トークで、はい、もう来てもらえる予定になってます。今年もっと動員増えそうですね。なんとかこの3つぐらいあるシンポジウムでちょっと人来てもらうようにして、うん、あの引き上げれんかなというところですけどね。まあ、いろいろあのユリコ・ダスピダーニャも、まあ、言えば女性の活動されるような人なんかは多分楽しく見てくれそうな作品なんで、そういうグループの人なんかにもぜひ来てもらったり、まあ、共産党系の人なんかにも来てもらったらなと思うんですけど、まあね、これ週間だから、まあ、スタッフもなかなか、ね、疲弊するんですけど、劇場にずっといるスタッフはレインボープライド愛媛の人たちがずっといるわけです。そうそう、なるべくそうしてくれって言われてるんですよ。まあ、そうは言っても昼間まではなかなか難しいんで、ここの映画館の人や守る会の人に手伝ってもらうことになるんですけど、ね、チケットもぎりとかしてる、そうです、グッズ販売とかしてる、うん、ですね。まあ、チケットもぎりを中心に、うん、まあまあ、去年よりはまた僕らもまた手伝えれるようにしていかんと思いかんね、うん、平日の昼だからなかなか大変ですよね。そのもぎりの人らもみんなボランティアでやってる人なんで、うん、もう映画館の主の方っていうのはもう一人だけで、一人がもう上映の手配が全部やってる形なんで、まあでもやっぱりちゃんとした上映をやってもらえるので、うん、まあそれは素晴らしいクオリティで去年もできましたね、うん、だからコピーがいいね、形は1個じゃないけんねとか、その、うん、まあ、方言を使ったりとか、そうそう、あと同性愛や性別に違和感を感じる人たちをテーマにした映画祭、はい、なかなか言葉選びが、うん、ね、うん、やっぱりいろいろね、僕らも性同性障害を言うのが市民向けには分かりやすいよね、うん、そうトランス現代の人たちを、まあ、市民向けに分かりやすくすると性同性障害の方が印象が、まあ、伝わってるので分かりやすいんだけどね、やっぱりでもそれになるとちょっと誤解がまた出てくる話なんで、うん、まあ、今回ちょっと僕らが行き着いた言葉は性別に違和感を感じるっていう言い方をさせてもらおうかなと思って、うん、まあ、そうは言うとね、何もかも書くわけにもいかんしね、うん、その LGBT その後というのもこう、うん、思いはあるんだけど、一般の市民の人にも分かるようにとなるとなかなか、これ公演が豪華ですね。教育委員会とか県とか市とか以外にメディアがいっぱい、新聞社とテレビ局とかいっぱいついてますね、うん、FM とかケーブルテレビとか、うん、そう、これこうやって頼みに行けば結構、うん、そう、これも頼みに行けば普通は出してくれる、普通出してくれる、本当に
うん、だからこういうのはどんどんやったらすごいこれ箔がつきますね、地域の印象は全然変わってくるから、うん、あこういう、まあ、立派なところが応援してるイベントなんだから、うん、いうことで、まあ、それが同性なんかを描いてるような、まあ、世の中の偏見がありそうな課題だけど、それを偏見だと思う自分がおかしいかなって思ってもらうようには、うん、こういう名前が入ってる、これ公演ついてくれたところは告知載せてくれたりとかも結構しやすくなるのかな、 あんまりないです、ね、もう名前だけですね、でそれ以上のことは何もしてくれない、これいい作戦ですよね、うん、でもやっぱり印象が全然違うんで、うん、これチラシ載せれなかった、チラシの中でもこう、まあ、男女共同参画センターも入ってたり、あと松山市の人権教育の推進協議会っていう、まあ、人権を実際に井戸でやってる、まあ、グループ、まあ、親玉みたいなところですよね、まあ、そこも名前を出してもらえたり、あと載ってないんですけど、リネハンさん の在大阪神戸、はい、総領事館も出して、ね、くれるようになりまして、パンフレットには載せる予定になってます、はい、で今回は松山市の市民団参加、市民活動助成というやつをもらいました。形は一個じゃないけんねっていうんで、こうみかんを愛媛のねみかんがこのレインボー色にこう、はあ、あるよと、まあ、紫色のみかんとかね、あやっちゃいかんやろみたいなやつをこうあるよ青とかねなんかお手玉みたいなグッズ作ったら嬉しそうじゃない、ね、そうですよね、でも本当によくこんなことね、でもやっちゃったなと思ってデザインの人がよく頑張って、作ってくれました、うん、やちょっとね、よぎるんだけどやっちゃいかんような気がするような感じだけど、やってみるとすごい可愛らしいもの、ね、これいいキャラクター、これ映画されるキャラクターなんですよ、ね、作れています、はい、そして、